株式会社トロイカは日本のアニメ制作会社。2013年5月、元 AIC 所属のプロデューサーの長野敏幸、撮影監督の加藤智代、演出家の青木慶を中心に AIC、クラシックなどに所属していたスタッフたちが集まり、設立された。会社名は、この3人が会社の中心となっているため、ロシア語で3人組を意味するから来ている。事業内容は、 アニメーション作品を中心とした映像作品の企画、制作業務全般である。部署としては、作画、仕上げ、撮影、CG の部門があり、背景美術以外の一通りのアニメーション映像を制作できる環境が整っている。2015年5月に設立し2018年に解散した株式会社ウィルパレットより、 アニメーターのゴーダ・ヒロアキやプロデューサーの笠原忠、だトラ数名のスタッフが加わった。2019年からは、背景美術部門も設立予定である。AIC や大木が参加していた u f o テーブルが、作画等で、同社作品の制作に協力することがある。2015年に、ニュータイプ、街遊びアニメアワード2015において、 1> a 1ピクチ t ーズと共同制作したアルドナーゼロでメカデザイン賞、サウンド賞を受賞した。ありがとうございます。